MLB、ドジャース7、5パドレス、日本時間6日、ロサンゼルス、ドジャースは5日、日本時間6日、本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第1戦に7対5で勝利した。人気球団であるドジャースのプレイオフだけに、スタンドには、大物スター、の姿も。バックネット裏では人気俳優とミュージシャンが大谷翔平投手の様子を間近で見つめており、スゲーショット、 まさに夢の共演、ハリウッドスターから完全に認識されてると注目を集めている。バックネット裏にハットをかぶって座っていたのは、俳優のブラッド・ピット氏で、7回には恒例の、私を野球に連れてって、が演奏される中、ビジョンで紹介。場内のファンは大盛り上がりだった。そして、その横ではレッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシスト、フリー氏もドジャースのキャップをかぶって観戦。 編集部が捉えたのは、ネクストバッターズサークルで素振りを行う大谷が、客席の頂戴持つ俳優と大人気ミュージシャンに挟まれる一枚だ。X、旧ツイッター、Twitter、では5000以上のいいねが寄せられ、そこにいたんですか。大谷の素振り、ブラッド・ピット観戦、ハリウッドスターから完全に認識されてる大谷さん、ブラピもそうだけど、大谷の左側でキャップ被ってるのってフリーじゃねえ レッチリのフリーさんもいたのかとコメントが集まった。